スキポール空港内の共造アルベルト・プレスマンは、オランダの KLM オランダ航空の創始者。デンハーグの卵商人の息子として生まれ、1915年にソーステルベルフに駐屯するドイツ帝国軍航空隊に専門士官として入隊した。1915年にオランダ陸軍の陸軍航空軍に配属されたが、地上任務であった。1917年初めに、 パイロットの訓練を少しの間受けるが、パイロットの才能はなく、組織を運営することやビジネスに才能があった。オランダが中立を通した第一次世界大戦後の1919 19年9月に、彼はアムステルダムで初めての航空展覧会を開いた。この展覧会で築造された格納庫等の施設はオランダ航空機製造所を経て、 航空機製造メーカーのフォッカー社に引き継がれ、近年まで利用された。デンハーグ市内の立像また、1919年10月には、KLM オランダ航空を設立に関与し、第二次世界大戦後は最高経営責任者として、KLM を戦災から復興させた。彼は、アムステルダムスキポール空港を現在より8キロメートルほど南西の、 ブルヘルヘーン地区へ移設することを主張したが、この案は採用されていない。彼の民間航空業界に対する多大な貢献に、対し、1959年に、エドワード・ワーナー賞が与えられている。ありがとうございます。